初夏から夏にかけてわずかな期間だけ出回る新生姜、色が白く芽の先がピンク色をしていてみずみずしい新生姜は、薬味などに使う茶色の生姜とはだいぶ見た目が違います。その違いや夏バテ対策にもつながる栄養成分について野菜ソムリエの吉田さんにお伺いしました。この時期に出回る新生姜と通年見かける茶色の根生姜とは実は同じものだそうです。種用の根生姜を春に植え付けると、その生姜からコブのように出てくるのが新生姜です。そのコブが小さい新生姜は葉付き生姜として出荷され、大きく成長すると葉が切られて出回ります。生姜といえば独特の香りがありますが、それはシネオールという成分で、食欲増進、疲労回復といった夏バテ解消作用があります。また辛味成分のジンゲロールですが、強い殺菌作用を持ちます。加熱すると生姜オールに変わり、体を温め新陳代謝を活発にしてくれます。新生姜はとてもみずみずしく、辛味成分も少ないので、ぜひ生で食べてみてください。スライスして味噌をつけて食べたり、サラダにしても美味しいです。一方、根生姜はとても辛いですので、吸って薬味や匂い消しなどに使うと料理を引き立ててくれます。生姜をスライスで食べられるのは今だけです。味噌をつけたりサラダにしたりして美味しく味わい、夏バテ対策に役立ててください。